皆さんこんにちは、 CC ガールズの阿部桃子です。最近外出自粛で自宅にいらっしゃる方もたくさんいると思うので、今日は自宅でできるゴルフ練習法をご紹介したいと思います。名付けて阿部桃子流ゴルフ練習法。まずですね、自宅にあるタオルを使いまして練習したいと思います。この先のところを結んでいただいて、これを振ります。で、ビュンって音が鳴るっていうことと、あと体の前でしっかり音が鳴っているかっていうことをチェックしながら振ってみてください。やってみます。ほどけちゃった。よし、いきます。皆さんもこんな感じでタオルを使って素振りやってみてください。続いての練習方法は、こういったボールを使って練習したいと思います。まずボールをですね、上からこのように持ってください。そしてこれをこういうふうに使ってしまった。こういうふうに、もうイメージトレーニングなんですけれども、何がこれで分かるかと言いますと、こう手首をしっかり固定していることで、こうくねってなってしまわないということで、体のターンでしっかりここまでフォロースを出していくという練習方法になります。手首をこうこねてしまうとボールも安定しないんですけれども、しっかりと手を返さずにここまでフォロースルーが来るっていうところは、結構私も常に意識をして練習しているところなので、こういったボールを使ってその感覚をつかんでもらえたらなと思います。続いての練習方法は、こういったボールとクッションを使ってやっていきたいと思います。ボールはだいたい 500g ぐらいですね。このクッションは本当に何でもいいんですけれども、ちょっと私はちょっとゴルフの気分ということで、こういった可愛らしいクッションを使ってます。これをここに置いてボールを投げるんですけれども、その時にここだったりとか、ここにボールが落ちないように、もうしっかりここのクッションの上に落とすという練習をしていきたいと思います。それによってクラブのリリースが手前になってしまったりっていうことを防ぐことができます。しっかりインパクトを真ん中でするためにも、この練習方法はいいと思います。やってみます。このような感じでしっかりクッションの真ん中にボールを落とすという練習方法をやってみてください。皆様参考になりましたでしょうか。ぜひご自宅でチャレンジしてみてください。以上 CC ガールズの阿部桃子でした。